皆さんこんこにちは心も体も綺麗に豊かにすることで必ず訪れる人生第2幕「ラブワンアナザ LOVEONE a n o t 子です前回はですね体育着みたいな形で失礼をしたわけなんですけれども本日も前回に引き続き健康に留意するパート2ー。 をお届けさせていただきたいなというふうに思います私が絶対やめた方がいいという二つのことをまずお伝えさせていただくとまずは喫煙ですこれは本当に百害あって一時なし今もどんどん値が上がってきてまして皆様のお財布にもよろしくありませんそして腹満腹この二つは、えー、健康を害するトップツーだと思います 私はですねあのー、アルコール摂取さんにはですね少し、あのー、甘く自分に甘く他人に甘いっていうことから言わせてもらうと私も実は約360日ほど、あのー、アルルコールをたしなませていただいていいだおります、あのー、量はそれほどでもないんですけれども要するにちょっとスイッチをオフにするタイミングというのがですね あの私の場合はこうアルコール摂取にありましてですがキッズキッズと腹満腹これはもう二台ダメなこととして取り上げさせていただきます私が二十歳の時から、えー、体重が変わらずでウエストも変わらず、えー、ずっとこのようにキープをさせていただいているのには少しの まあ努力といいうか、まあ、生活習慣がございましてほとんどの、まあまあ、病気とは無縁で、えー、非常に健康に暮らしていることをですね考えたときに皆さんがそんなに意識していないところで、えー、こだわっているポイントが一つありましたのでそこを少しあの皆さんにご披露させていただこうかなというふうに思います。非常に、あのーえー、タンパク質ををることを 重視してますでよく間違ったダイエット法みたいな形でおにぎりにサラダパックみたいな組み合わせでよくあの女子があのお,ひお昼をとってる姿を見るんですけどもこれ最もやってはいけないあの食事法でしてあのまずコンビニに買うこれもすいません私の持論なんですけれどもコンビニで買う カット野菜というのはでペーハー調整剤につけられてますのでいつまでもこうみずみずしく保たれているというところですねほとんどやはり大切なあのミネラルとか繊維がですねそのペーハー調整剤によって抜け流れ出てしまってるっていう事実があります。言っていいのかどうかわからないんですけどもコンビニで食,事を食料を絶対調達しませんおにぎりとかサンドイッチとか。 えっと、あともう一番食べるのはお弁当ですよね。コンビニに置かれている、あのー、お食事というのはですね20、20度で24時間持つように添加物とか防腐剤が散りばめられているんですね。で、やはり味付けもその添加物とか防腐剤をわからなくするために非常に濃い味付けが多いです。えー、特に唐揚げ。 か、えー、唐揚げはですね大変その塩分が高く絞り分も高くタンパク質は取れはしますけれどもどちらかというとですね後ではそで解読するのに時間がかかってしまうというデメリットがありますので例えば皆さん圧力釜ってお持ちでしょうか圧力釜があればゼロ分でご飯が炊けるんですね。なのででおにぎりは自分で必ず作る 外で買わないこれ基本ですであとは、えー、必ず野菜繊維繊維類は割とまあそういうジュース類とかあとまたサプリメントでも取れるので極力タンパク質を取ることを気にかけてますあとこれも言っていいのかどうかわからないんですけど駅弁は買いません駅で売られているお弁当というのは 3五度で三0度だったか35度で24時間持つように作られているんですなのでどのタイミングで液弁を買われた方が食べるかもわからないしどういう状態で保存されているかもわからないしやっぱり一番一番その製造者もそうですし、えー、販売する人もそうなんですけども恐れるのは食中毒なんですよ食中毒は悪 という捉え方をされる中で、やっぱりこんもりとですね、そういうものがあの添加されているという事実を皆さんぜひ知っておいていただきたいなというふうに思います。なのでこういう添加物とか防腐剤とかっていうものをですね、極力取らないようにする。で、それとやはりパンも今あの柔らかいふわふわパンみたいなのが流行ってて、結構行列ができたりしてるんですけども、あれはパンではなくてお菓子なんですよ。 なので砂糖がたっぷり入ってます。で白い砂糖というのもあまりあの体に良くないということもありましてですね、えー、極力取らないようにしてます。ただ、そうは言いながらもですね、気がつくと UFO を食べてたりすることもあるんですよ。で、そういう時どうするかというと、もう出すんです。出すというのは これがデトックスっていうことなんですけども、例えばなんですけども、サウナに無理やり行く。で、サウナで15分行ってたら、だいたい、えー、っとね、500cc ぐらいの汗が出るわけなんですよ。で、そうすると、まあまあまあ、ほとんどの毒素がとか塩分が流れているのかなというふうにも思いますし、で、あと前回お伝えした、ああいうストレッチを少し入念にしたりして、えー、リンパの流れを よくして外に出すすデトックスををることを心がけています。うっかりうっかりこう砂糖たっぷりのお菓子を食べてしまったりとかあと、まあ、そういうついつい、まあ、お付き合いで駅弁を食べてしまったりという時はですね極力酵素をたっぷりとって拝読をするもしくはサウナーに行って拝読をするもしくはちょっと長めにウォーキングしたりジョギングをするということこれが健康への秘訣パート2かなというふうに思います。 どんなに楽しい人生でもやはりそこにはですね必ず健康この「健康」ビッグワードこの2つはですね切っても切り離せない食べたもので自分の体はできているこの食べたものが自分の未来の体を作るという意識をぜひしていただきたいなというふうに思います。以上本日はですすね健康に留意するパート2ということでお届けさせていただきました。 心も体も綺麗に豊かにするだけで必ず訪れる人生第2幕ラブアナザー周りを幸せにしよう神田直子でした。また次回お目にかかりましょう。